ヤテレックキング天才だ。俵の切り身をいただきましたので、自分で乳酸菌作って、納豆菌培養して、ちょっと待って、俺何も聞かずに来た時マジやばかったですよ。光合成細菌とかも自分で作って、本田農園さんのトマトを今から持っていきたいと思います。今回も走っていきますよ。本当に行きますよ。はあ、本当に行きますよ。走って持ってまいりました。こちらが食材でございます。サワラとトマトと、これは来週です。収穫バルブルッコさんに持っていきたいと思います。この番組は八代の食材を使って簡単で美味しい料理を作るヤテレクッキング。こんにちは。こんにちは。食材を持ちました。ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、それでは八代の食材お預かりいたします。では改めまして、ブルッコの鈴木田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブルッコっていう名前の意味はあるんですか？はイタリア語で青虫っていう意味なんですけど、はい、青虫害虫なんですけど、今こう農薬とか猫を使ってこうもう虫も寄りつかないような野菜ではなく、もちろんこう虫も食べれるようなね、まあ、そういう野菜だったり食材を扱いたいっていう思いで、はい、なるほど。そう、本当はやっぱりこう青虫ってこう成長していくじゃないですか。はい、遠真似とは言わないですけど、お店自体のこう成長の願いを込めて、まあ、ネーミングはちょっと付け足し次第なんですけど。すごいですね。そんなに深い言い方ですね。ちなみにやっちろテレビの由来は、やっちろテレビの由来は、あの八代の、番組です。タンポで終わった。1分で終わった。では早速、料理を作っていただきます。今日はもう、はい、本田農園さんの、はい、八代のトマトを使った、あとはあの一行一会さん小川さんのところのサワラ、サルサさんのサワラを使ったカルパッチョです。カルパッチョ、家でカルパッチョなんて作らないですか？でも簡単に作れる。そうです、今日はもうあの本当簡単に、ね、作ってもらえるようなこうレシピでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあレッツクッキング。はい、行きましょうか。はい、お願いします。まずはあぶりますね。炙る、はい、これバーナーですね。はい、はい、フライパンとかよりも全然炙った方がいい。炙った方です。あ、フライパンだったらもう火の通りがやっぱりね、あの通り過ぎたりとか長く入れ過ぎたりとかするので、じゃあ炙ります。はい、皮目はしっかりこうもう焼き色がもうつくので、皮目はしっかり、はい、皮目しっかり、ひっくり返して裏もしっかり火を入れた後は氷水に入れてしっかり締めていきます。一回水分を、やっぱもうこのままだとびしょびしょになってしまって、こういう水気を全部どれぐらいの感じに、まあちょっと薄さはやっぱちょっと厚みが、でもあまり厚すぎるとこうお刺身とかと違うんで、そうね、1センチぐらい。木田さんは料理の勉強はどこでされたんですか？料理の勉強は、はい、きっかけはもともと東京のレストランで料理始めたきっかけっていうのは、たまたま入ったレストランが人吉出身の東料理長で、八代なら厨房に入れって言われて、なるほど。それをきっかけだったですね。それがきっかけで、本田さんのところのトマトを使います。トマトを切っていくんですか？はい、はい、トマトを切っていきます。はい、まあ、ちょっと細かくこう、はい、角切りみたいな形でちょっと大きくしてもらうと、結構細かく、細かくですね。うん、切ったミニトマトをサワラの上に置き、塩を4つまみ、ブラックペッパーを少々、イタリア料理だったらもうやっぱりオリーブオイル、オリーブオイル、
マミコオイルって言って女性のね、マミコさんっていう方がちょっとあの元々は八代のその方があの作られてる。イタリアで作られてるんですか？そうです。この辺だったらフードプラザ三品さんとか以外には多分ないと思います。ここのスーパー。そうなんですね。初めて知りました、ね、ここでマミコオイルをたっぷりかけ混ぜ合わせた後に味見をしてみると、ボーノです。ボーノ。あとはじゃあ、うん、盛り付けみたいな感じでいいですか？え、かこれ完成、もうこれで完成なんですよ。え、早っ、はい、かっちょいいお皿が出てきた。かっちょいいお皿。かっちょいいお皿におしゃれに盛り付けて。見た目もめちゃくちゃ大事ですよ。皿だな、まず皿を買おう。最後にスプラウト、ルッコラ、香辛大根を乗せオリーブオイルを回しかけると出来上がりです。うわ、できました。すげえおしゃれ。ではいただきます。はい。ほほー、うん、香ばしいですね。美味しい。めちゃくちゃおしゃれな味する。じゃあせっかくなんでいただきます。めちゃくちゃ美味しい。やっぱりね、本田さんのトマトと小川さんのお魚とマミコオイルがこう合わさったのは最高です。完璧だ。もうお店で出されてたりするんですか？そうですね。あ、そうなんですね。皆さんぜひ家で作るのがもうどうしても面倒くさいという方ですね。ブルッコへご予約お待ちしております。お待ちします。じゃあもうマジで、いやちょっと待って、マジで本当タミウはいつ出るんですか？あーお前が、え、美味しかったらタミウってなんか自分で作ってらっしゃってなんか言うらしいんですけど、うん、いや、もうド忘れタミウでございます。これやらせなんじゃないって言われて。いや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 、こんなに何回も忘れてたら。俺わざとやってるつもりはないですよね。そうでしょ、このなりは。今回は炙りサワラのカルパッチョ、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ではまた来週、さよなら。さよなら。ちょっと待って、いきなり、いきなりなんか何かあった、何かあった。果たして何人が気づくかですよ。間違い探し。まあ今あのティーボンステーキのフェアというか、もう3年ぶりにティーボンステーキを仕入れて、こう一緒にシェアして楽しめるようなちょっと、まあ、メニューなんですけど、まあ、そういうのも扱ってますんで、ご来店お待ちしております。お待ちしております。ティーボンステーキ、テレビでしか見たことない。有吉の夏休みでよく見る。ああ、知ってる？分からん。分かんない。確かにずっとクッキング見とって、タミさんただ厨房に立っとるだけだもん。じゃあ、いらんか。タミが作るんじゃないんかいみたいな。お前作らんのかいみたいな。ちゃんと作ったんですかと。そうそうそう。そもそもカルパッチョって生魚じゃないんですか？生魚、言うならば魚じゃなくても、こう昔のこうお肉、牛肉だったり、こう平たくっていう意味なので、まあ、日本がね、こういうカルパッチョとか、お魚のカルパッチョとかがやっぱり浸透しだして、うん、まあ、魚っていうイメージがやっぱ強いんですけど、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。